じゃあようやく大吾も助けたし、寺田の葬式があるので一旦登場会本部に戻りましょうっていう感じだったよね。それでは出発いたします、まあ、戻りましょうっていうか部外者なんだけどね、桐生さんは当たり前のように参列しようとしてるけどさ、組めちゃくちゃにしてやめた人間だからね、この人。お、今日はしっかり決めてきてんね。なんで極道は黒い車が好きなんだ知らねえよ、お前らか。ヤクザじゃない人の会話でしょそれ。あ、一応頭下げてくれんだね、こうやって。やめた人間って言っても4代目だから、やっぱちょっと顔を聞くんだな。ああ、頭下げてくれてんね。どこに頭下げてんだお前まあ寺田の葬式ですね。ワンの時も散々3代目の葬式で暴れましたけど、まあ穏便には済まないでしょう。こんにちは。どうしたんだ。いや、なんかあったか。執行部の方や直系の幹部衆の方々の姿が見えないんですよ。矢島組長も戸田組長も、いやそいつらは知らねえけど初めて聞く名前だけど、今日は5代目の葬儀ですから来ないはずはないんですけど。ほんとどこ行っちゃったんでしょう。これでは登場会の顧見に関わりますよ。あれ、ちょっと不穏だね。襲われてんのか、お前は。もしもし、もしもし、どうした。ダメだ、全然繋がらない。ん、どうした。まだこちらにいらしてない幹部の方々に、あ、さっきのやつらも、やつも言ってたね。幹部の方々に連絡を取ってるんですが、誰も電話が繋がらないんですよ。おかしいな。普段なら誰も繋がらないなんてことはないのに、これ襲われてんな。何かあったんでしょうかね。今の9章のサブタイトルが確か、近江大侵攻みたいな感じだったんだけど、これはなんかやられてんな、仕掛けられてんな、近江のやつらに。寺田、親父さんの時もそう思ったが、なぜ俺じゃなかったんだろうか。いや悲しいこと言うなよ。俺にはまだやらなきゃならないことがあるということか。まあそうだね、はるか育てなきゃいけないし。あの神宮派が合流会と手を組んだとなれば、バカ息子じゃん。また多くの血が流れることは避けられない、ね、来てたんだ。とにかく一刻も早く合田会長の居場所を突き止めることです。杯さえ交わせば奴らの動きは封じられる。大吾バッジつけてんだな。おい、何者だあいつら。あ、どうなってんだ。あれもう、あれここにももう攻めてきた。大吾バッジつけてたけど、もう今の時点で正式な組員なんだっけ。こないだまで遊んでたけどさ、あれこいつは、あ、こいつあれか、アンチ桐生の錦山組のやつか。そうか、なんかつながってんだっけあいつ、近江の誰かと。一体何が起きてるんだ。いやー攻めてきたでしょ。こういう正面から攻めてくるようなやつは戦国組とかのやり方じゃない気がすんな。合流会でしょ。合流会の連中か。なんでわかったんだろう。あ、バッジか。これもいよいよ戦争でしょう。こんなとこまで来たら、ここから先は一歩も通せない。今日はリュウジさんもおらへん。ハンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいます。うるせえな、お前誰だよ。イガグリみたいな頭しやがって、死にてえのか。え、あ、もう戦闘。いや、こんな本部まで来て葬式の時に、マジで戦争やる気だな。あ、バカ息子も戦ってくれんの。合流会組員連携技あるかな。ちょなんだお前。あ、さっき切ってたやつか、あの日本刀持ってんの。じゃあ、あいつずっと切ってくる。ちょっと周りのやつ潰したいな先に。これ、あ、これ汎用の連携技だな、みんなやるやつ。狭山のあれみたいに大吾固有の連携技みたいなのないのかな。
狭山のあれかっこいいもんね。行くぜ大吾、いつものあれ行くぜ。なんかそれぞれ固有の連携技とかあったら素敵なんだけどな。まあ狭山が特別ってことかな。ああ終わった、割とすっと終わったな。え、大吾、そんなダメージ受けた今のやつら相手に。はい、バカ息子。まだ来んの。お、お、いいんじゃん。今日はリュウジさんもおらへんっつってたけど。ゴーダリュウジ。さっきのやつ。おはよう、キリュウハ。やんちゃな若者の成人式感がすごいな。どういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多てかなわんわ。やめ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうたんや。ほんますまんことしたの。成人式はここじゃねえぞ。寺田藩には昔よう世話になったさかい、証拠をさせてもらいに来たんや。レーメンもいたんだ。おめえの証拠など受けられねえ、とっとと帰れ。さっきからおっかない顔しとるけど、あんた何もんや。若頭代行の柏木だ。ほんまでっか。わしはてっきり葬儀屋のおっさんかと思ってました。煽るね。まあ人手不足の登場会さんなら知らないかもしれない。顔にこんな傷入った葬儀屋がいるかよ。会長はよそ様の組からヘッドハンティング。会長代行は未亡人のオーバーハン。こないな組と喧嘩してると思うとチートばかり投げてきます。割と痛いとこついてくんだ。寺田会長ぶっ殺したんはてめえの仕業だろうが。確かにそうだったな。懲りねえなお前。おう兄ちゃん、この前の勢いはどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺した。やめとけやめとけ。ゴーダ会長はどこにいるんだ。空気のええところでゆっくり休んでもろてます。目的は杯を阻止するためか。せえ、天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯かわすなんぞ、バランスが取れへん。その通りだからな。喧嘩売りに来たのか。実際のところちゃいますねん、ちゃいますねん。今日はほんまに寺田藩を弔うつもりで来ただけです。それにわしも人の子や、厳粛な葬儀の場でドンパチやるほどアホちゃいます。キリュウさんのことディスってんのか。ん、なんだ金か。エロ本とかだったらどうしよう。公伝です。金だ。お納めください。交流会の金など受け取れん。登場会は1年前にタガが100億のことでうちはもめしとったやないですか。めちゃくちゃ痛いとこつくじゃん。に困っとるんなら素直に受け取った方がよろしい。タガが100億でめちゃくちゃになったからな。こんな子供じみた挑発をして近江連合の6代目を告げると思ってんのかい。あんたが会長代行やな。ゴーダ会長の気持ちを思うと胸が痛くなるよ。何が言いたいんや、オーバーハン。親はね、どんなに出来の悪い子供でも可愛いもんなの。やめてやれよ。けどね、これだけ筋違いのことをされちゃ血のつながった親としては死ぬほど情けないはずだ。確かに出来の悪い息子だけど。わしと親父は血などつながっておるんだ。あ、そうだっけ。せやから親の情なんかやれ。あれそうだっけ。あるのはお互いに憎しみの感情だけ。竜はごとくゼロの時すでにね。あんたも大変やな、出しゃばりなおかん持って。ヤクザの息子って話だったよね。今日はもうお遊びはなし。小学生の龍二に会ったけど。お邪魔なようやし、そろそろおいとまさせてもらいます。あ、ここではやんないのか。まあさすがにこの格好で喧嘩しないか。そうやな。3日やな。3日。うん、ええ、わしらもその間は毛に服させてもらいます。せやから3日後
再戦と行きましょう。なるほど。再戦だと。そうや。別に今やってやってもいいけどな。もうこれ以上ごちゃごちゃせんと一気に片付けましょうや。桐生さん一人で十分なんだから。田村長に血の雨を降らせたります。せやけど、うちには礼儀知らずのおっさんがおるからの。ん？多分今頃、カムロ町のどこかで派手なパフォーマンスを繰り広げとるはずや。礼儀知らず？誰だ？戦国でしょう。戦国？ああ、見るからに礼儀知らずですもんね。戦国？リュウジも大概だけどな。結局そのリュウジが置いてった金受け取んの？置いてあるままだけど。これせっかくだからいただく流れですね。で、戦国は戦国でなんか仕掛けようとしてんのか。ん？え？これ戦国がやってんの？なんだなんだなんだ。こいつら全員あのヘリに乗ってきたの？大阪から。あんま長距離移動するのに向いてないと。お、あーこれ、俺めちゃくちゃ好きなシーンだ。なんやこいつ。あー死ぬほどかっこいいやつ。俺これ泣きそうになるんだよな。俺プレステ2版でもあのシーンすごい好きで、俺何回も見返したりしたもん。もしもし、佐山か。すまない、連絡できなかった。大体のことはわかるわ。カムロ町に近江連合が攻め込んできたみたいね。ああ戦国組だ。戦国組どういうこと？今時間がない、後で話そう。あなた今どこにいるの？サイの体の近くだ。すぐ近くだわ。今すぐそっちに行くわ。ここでもう一回佐山と合流すんのか。いやこのね、桐生さんがいない間のカムロ町を真島さんが一人で守るっていうのがあまりにもエモくて、なんか俺昔も泣いた記憶あるもん。どういうことよ。詳しいことはわからない。ただリュウジ本人がそう言っていた。え、合田龍二が？ああ、さっき東上会本部へ合流会が攻め込んできた。とりあえずその場は乗り切ったが、あとお金ももらったが。龍二の話だと合流会とは別に戦国組が乗り込んできているらしい。戦国組が？とにかく今は戦国組のやつを見つけ出して進行を食い止めるしかない。ええ。なんか幹部の人たちが来ないとも言ってたもんね、さっき。それも戦国組がなんかやったのか。ええ、急ぎましょう。あ、佐山と一緒に行くことになるのか。町の様子を探れ。いやーこれかっこよかったんだよな、真島さん。なんか同じファッションの人がいる。え、それは合わせてんの？たまたまじゃないよね。なんだよ。あれあの倒れてんの、戦国組のやつでしょ。なんだったんだあの眼帯の男は。たった一人にやられるなんて。戦国組員だ、眼帯の男、まさか。いや一人しかいないでしょう。あれ今って一応、あ、目的地表示はされてんだな。ここミレニアムタワーの前、そこに向かっていけばいいのかな、とりあえず。いやこのね、倒れてるやつの会話で真島さんが本当に一人でやってくれたんだっていうのが分かるのが、これがたまんないんだよね。他にいないかな、倒れてる戦国組のやつ。あれあんまりいないな。あ、あれそうじゃ。あいつ化け物か。化け物なんですよ。この辺か目的地。いやーこれすげーいいよな。遅いわキルちゃん。ちゃんと約束したからさ、組の兵隊
全員ぶっ倒したんで。約束守ってくれたんだよ、真島さんは。兄さん、約束やったからね。ちゃんと守ったで。ああ、それよりはよう登場会の本部に戻るんや。え、なぜだ。さっき行ってきたばっかだけど。街中でヘリ飛ばしたり、兵隊を更新させたりしたんは、キリュウちゃんをここにおびき出すためや。なるほど。本間の目的は。あ、そっか、そっちが本命か。本部を乗っ取ることや。本部。本当か。ああ、裏で戦国組を手引きしたんは。あ、神道や。神道ね。神道が。アンチキリュウね。金で願ったんや。なるほど。はよ行けや、キルちゃん。うわっ。ここは私に任せて。いや、いくら人数いるからって、真島さんをここまでやる戦国組が。近くで見るとえらい別品さんやないかい。わしの女に。無駄口聞かないで、静かにしてなさい。じゃ、頼んだ。真島さんだな。いや、真島さんをここまで痛めつける戦国組がむしろ大したもんだわ。ほんと。てか、ほんとに舐められてるよな。登場会本部に急がなければ。桐生さん一人さえいなければ、落とせると思われてんだもんね、登場会。警戒するのは桐生だけだと思われてるもん。で、タクシーどこだ、あっちか。じゃあタクシー乗ってもう一回戻ろうか、しゃあないから。ん、おお、こっちも人がいっぱい倒れてる。いて、キリュウさん早く。部外者だぞ、キリュウさん。部外者を頼るな。そりゃ舐められますわ。すいません、守りきれませんでした。どうした、しっかりしろ。行くしかねえな。ああ、誰にやられたんだ。大変です、弥生の姉さんが、神道さんが。おい、大丈夫か。早く会議室へ急いでください。めちゃくちゃ頼るな、部外者の桐生さん。肩だぞ。いきなり。あ、これ錦山組の組員なんだ。そりゃあ、キリュウさんボコボコにしたいだろうな、こいつらは。ああ、まあ、大体こういうのはぶん回しとけばね。終わりますから、こうやって。よっしゃ。で、目的地はこれどっちなんだ？まっすぐ？それとも上の階か？あ、この階でいいのか。え？せっせとテーブル積んだと思うと悲しくなるな、錦山組のやつが。これで桐生は通れないはずだっつって。なめられたもんだぞ。なあ。で、こっから先は上の階かの、こっち。はい。これせっせと積んだんだろうな。少しでも桐生が通りづらくなるようにするぞって。涙ぐましい努力だね。で、いや、お前何やってんだ大吾。大吾、ただじゃ済まないよ。もう勝負はついたんですよ。お前がいてこのざまかよ。あなたが留守の間、一仕事させてもらいましたよ。そうみたいですね。戦国に買収されたそうだな。これでもう登場界の現体制は崩壊です。あなたの小細工で右往左往するような登場界じゃないわ。いいや、自分には聞こえるんです。登場界が音を立てて変わっていくのが。やたらいい声だな。今頃他の幹部は、あ、戦国組が送り込んだヒットマンの餌食になっていること。あの葬式前に言ってたやつね。何、矢島組長と戸田組長みたいな。
全然知らねえやつの名前言ってたりしてたけど、そいつら殺されちゃったのか。今日は五代目の葬儀だ。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。矢島組長ですか、この人が。怖い。やりすぎ。こんな荒々しい手段でやんの、ヒットマンって。近江連合が送り込んだヒットマンつってたけど。あ、こっちは戸田会長ですか。全然知らない人だけど。でも冒頭のシーンの幹部会みたいなのに多分いたんだよね、この。ショットガン、街中でショットガン一発で十分だろ、ショットガンなら。すげえことすんな。恥ずかしくねえのか、てめえが世話になった登場会を。派手にやるじゃん。必要な真似をして。売り渡しはしませんよ。私が次期会長の座について、ついでに姉さんを自分のものにします。あ、こいつそういうやつだっけ。何を言ってるんだ。俺はね、姉さん、前からあんたに惚れていたんですよ。あー、こんなシーンそういえばあった。ちょっとちょっとやめなさいよ、あなた。ほら。女の子の扱い方が分かってないよ。お前何してるか分かってんのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが。今回はやたら痛いとこ疲れんな。それが原因で登場会がガタガタになっちゃった。まあ女取り合ったわけじゃないけどね、あれは。俺もあんたも同じ穴のムジナってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より私の方が姉さんを幸せにできます。いや、ガチっぽくて怖い。あの人の何がわかるってんだい。他に女を作ろうとなんだろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。ああ、かっこいい。死んだ、聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる。それが女の強さだ。そんな脳ガキはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う。聞いたろとか言ってたけど、堂島組めちゃくちゃにしたのはこの人だからな。俺が許せ。受けて立ちましょう。お、やるか、刺しで。あんたの首取って登場会の後目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。市場入りすぎだろ。それが一番の目的なの、こいつ。時代は変わるんですよ。お、なんかいい演出すんな。時代は変わるんですよか。あれから1年しか経ってねえけどな。だ、どう戦おうかな。まあ、とりあえずそっちが武器使うってんなら。やっちゃおうかな。キリュウさんがアイロン持つと、なぜか向こうは素手で立ち向かってくるんですよね。日本刀持ってたはずなのに。それかわいそうだから素手で相手してやろうか。お、演出入った。あれ、どっか行っちゃうの。なんだ、素手で相手してやろうと思ったのに、かわいそうだから逃げちゃった。いや、ちょそいつら離して。いや、ちょ、キリュウさん、キリュウさん、こいつ殴ろうよ、とりあえず。えこいつ一人ぐらいどうにかなるだろう。しょうがないな。じゃあ行ってきますね、姉さん。どこに逃げやがった、あの野郎。なんであいつには手出せねえんだよ。あ、飛び降りれないのか。下降りて、外じゃないんだ、向こうに逃げてったな。
こっちから裏口から外出るんだ。なるほど。あ、結構先は長そうだな、これは。てか全然体力回復してなかったな、俺。めちゃくちゃ体力減った状態でここ来ちゃった。大丈夫かな。あ、いた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 。よし、やってやるよ。素手でも勝てるところ見せてやるよ。ちちちちちち、死んじゃう。あー、戦いづらいな。なんかすぐ反撃されるし。あー、死ぬ。今の完全に切られたな。武器持ってるくせに意外とモーション小さくて避けづらいぞ。ガードしっかりされるな。出た、カウンター、お見事。いや、これ決めたかったのよ。これ決めたくて粘りまくってたんだけど、いい加減回復します。死にそうです。あの技出すまで切られまくってたわ今。よし、やめて。お、達人同士じゃんこんな。完全にかっこいい。いや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 。切った。最後どうすんのかと思って何も言わずに見守ってたんだけど、かっこいいから普通に切るんだ、峰打ちとかじゃなくて。大丈夫かい。はいはい。柏木と大吾が心配だね。一度部屋に戻ろう。あいつらまだ捕まってんのか。いや、こいつ死ぬよ、手当てしないと。いいのかな、会議室に戻る。はい、戻りましょう。いやー、最後のかっこよかった。桐生さんは剣の扱い方小牧に習ってたけど、確かワンの時に。うん、達人同士の剣さばきだったね。